もう今にもかぶりつきたいぐらいうまそうですね断面から肉汁が溢れてきているのが分かりますねとてもジューシーで美味しそうですおはようございます幸せに生きると書いて構成ですはい今日はですねザクザク衣の肉汁やみつき唐揚げを作っていきたいと思いますとにかく僕に騙されて作ってみてください人生が変わりますはいそれでは早速 作っていきま,しょうまずは生で食べれない食材と生で食べれる食材を同じまな板で切ってしまうと食中毒になってしまう可能性がありますのでまな板を分けて使うか裏表で使い分けるなどしながら食中毒のリスクを抑えていきます鶏もも肉を処理していきます鶏肉を買ったらこうやって袋やパックなどにドリップがついていたりしますドリップは臭みや雑味の原因になってしまいますのでしっかり拭き取ってから使っていきます 鶏肉を掃除していきます。食べている時に口に残ったり、臭みの原因になったりするので、軟骨や血合いや硬い筋や骨などがないか、手で確認しながら掃除して取り除いていきます。 唐揚げやチキンステーキを作るときによく観音開きといってこの両方の分厚い部分の横から包丁を入れて開いて鶏肉の厚さを均一にしてから火の入り方のムラをなくすという手法が取られたりするんですけどそもそも鶏肉を開いてしまうと水分を保つ体積が小さくなって保水性がなくなってジューシーに仕上がりにくくなるのであえて鶏肉を開くことはしません真ん中ぐらいが薄くて左右が分厚くなっているのでちょうど真ん中ぐらいに包丁を入れることに によって左右両方分厚い部分と薄い部分があってバランスよく切ることができます皮を後で使うので鶏肉を切る前に必ず裏返して皮を丁寧に伸ばして偏りをなくしてから切るようにしていきますここは大事なポイントになりますここで丁寧に皮を伸ばしておかないと偏りが出たりして皮が多い方と少ない方ができたりして仕上がりが違ってくるのでお気をつけください皮を丁寧に伸ばしているとこんな感じで綺麗に切ることができます分厚さや やグラム数があまりにも違うと揚げ時間が変わったりして作業も大変になりますし火の入り方にムラが出たりするので分厚さを確認しながらだいたい同じグラム数になるように切り分けていきます唐揚げがジューシーになるコツの一つでとても重要なんですがあまり小さく切りすぎないということが一つのポイントになります小さく切りすぎると体積が小さくなって鶏肉の水分が蒸発しやすくなるので少しは大きめに切ってあげるというのがとても大事になってきますこの場合右 右側が少し大きくて、左側が少し小さくなっているので、完璧に真ん中で切ってしまうと、左のグラム数が少なくなってしまうので、ちょっと右寄りにしてから切り分けるようにしていきます。少し細かいんですけど、唐揚げにとって切るポイントは、1位、2位を争うほど大切になってきます。 ここで味付けをする前に、よりジューシーな唐揚げを作るために、ブライニングという技法を使っていきます。ブライニングとは、ブライン液に肉を漬け込んで、肉を柔らかくして、ジューシーに仕上げる調理法のことになります。ブライン液のブラインは、英語で、塩水という意味になります。鶏肉は加熱すると、筋肉が変性して収縮して、水分が外に絞り出されます。筋肉はほとんどタンパク質でできています。このタンパク質が、一度変成してしまうと、元の 水分を保った状態に戻すことができません腹筋を絞った状態をイメージしてもらったら分かりやすいんですけど腹筋が硬くねじれた状態のままその腹筋に水を吸わせても腹筋自体が硬くねじれた状態なんで水分を再び吸収することができません加熱されて変性した筋肉のタンパク質はこのねじれた腹筋と同じ状態になっているイメージですねこのタンパク質をできるだけ変性させないのと加熱してある程度水分が蒸発してもいいように荒 あらかじめ水分をを含ませてておくこことにによって唐揚げげジューシーシ仕上げることができますなんで鶏肉をブライニングすることによって柔らかくジューシーに仕上がるかと言いますと筋肉の半分以上を占める保水機能を持っている栄養性の筋元繊維タンパク質を溶かして繊維が溶ける分水分が入り込む空間ができて保水力がアップして火を通した時にタンパク質がある程度溶けて筋肉が収縮しにくくなるので肉の外に水分が絞り出す やされににくくくなるかからら唐揚げがが柔らかくジューシーシ仕上がりますブライン液の温度は鶏肉を油で揚げるときに油と鶏肉の温度差がありすぎると急激な温度変化によってタンパク質がねじれて水分が抜けやすくなるので冷蔵庫ではなくて常温でブライン液に漬け込んでいきます夏場で水温が30度を超える場合はブラインニングで漬けた鶏肉を最初冷蔵庫に入れておいて早めに冷蔵庫から取り出したりして温度調節しながら20度から29度以内を 保ちながら漬け込んでいきます30度から40度の間が一番食中毒菌が増殖しやすいのでお気を付けくださいラップを切る時に全体に力を入れてしまうと切りにくくなるので一番上の方一点に力を入れることによってスムーズに切ることができますそうしましたら30分間漬け込んでいきます時間になりましたらザルにあげてブライン液を切っていきます 見た感じで水分を含んでいるのが分かりますね。生姜はチューブのものでも大丈夫ですが、フレッシュを使ってあげると香りがとてもいいです。生姜を洗って拭いていきます。出っ張っている部分を切り離して乾燥している部分を削いでいきます。おろし生姜を作るときは使う部分だけ皮を剥くことによって使わない部分の乾燥を防いだり、傷むのを遅らせることができます。あとは皮がある部分を持ちながらすりおろせるので、滑りにくくなって作業がしやすくなります。ボールに調味料を合わせておきます。 生姜をすりおろすときは偏りが出過ぎないように角度を変えながらすりおろしていきます。 秘密の衣を作っていきますあらかじめ片栗粉と米粉を合わせておきます米粉を少し加えることによって、冷めてもサクサク食感を持続することができます。衣の中に水を加えて、ざっくりと混ぜることによって、ダマができます。そのダマを鶏肉につけて油で揚げることによって、ザクザク食感の唐揚げが出来上がります。粉類のダマは、基本的にふるったりしながら、ダマをなくしたりするのですが、今回の場合、あえてダマを作ることによって、食感に変化をつけていきます。 はあまままりりりにににもすすすすすぎぎぎるるるとと硬すぎたた粉っっぽくくなななしますし逆に小ささ食感ののインパクトがなくなるので程よいいい大きさに砕いていき砕て箸でやると結構地道な作業になるので手で砕いたりしても大丈夫です。それでは味が薄まらないように水分をキッチンペーパーで拭き取ったら合わせておいた調味料の中に入れていきます。できるだけ香りが飛ばないようにギリギリで胡椒を振ってからもみ込んでいきます。味がしっかり染み込むようにラップをしたら30分間漬け込んでいきます。 ちなみに1回目のラップは鶏肉の表面の部分にもまんべんなく味が染み込むようにしつつ乾燥を防ぐためになります。2回目のラップは異物が混入しないように念のためにラップをしています。それでは時間になりましたら鶏肉に衣をつけていきます。衣がまんべんなくくっつくように事前に揉み込んだりしながら鶏肉の周りにしっかりと水分をまとわせておきます。あとは漬け漏れがないように全体的に軽く押さえつけながら衣をつけていきます。衣をしっかりつけていないと身が むき出しになって水分が蒸発しやすくなるのでお気を付けください生をつける唐揚げの場合はこうやって事前に仕込んでおくと衣に水分が浸透してべチャっとなって形が崩れやすくなるので一個一個揚げる直前に衣をつけて揚げていきます油の温度を150度に設定しておきます作業している間に生が大きくなったら手でほぐしながら調節していきます鶏肉を入れたら多少温度が下がるので155度付近になったら鶏肉を入れていきますこんな感じで水分が浸透 して形が崩れますですので揚げる直前に鶏肉に水分をまとわせて衣をつけて余分な衣を軽く落としてからすぐに揚げていきます油の中に鶏肉を入れるときは油の中に鶏肉を少し入れた状態で油が腫れないように注意しながら優しく入れていきます衣が固まる前に唐揚げを触りすぎると衣が剥がれてしまうので鶏肉を入れたら衣が固まるまで1,2分待ってから唐揚げを触っていきます鶏肉が分厚いか 唐揚げを高温で一気に揚げようとすると肉の中心に火が入る頃には周りの水分が蒸発しすぎてパサパサガリガリの唐揚げになってしまうのでまずは低温で7割ぐらいまで火を通して一度油から唐揚げを取り出して余熱で9割ぐらいまで火を通したら最後に高温で完璧に火を通すことによってサクサクジューシーな唐揚げに仕上げることができますつまり唐揚げを2度揚げするということですね一旦唐揚げを油から取り出していきますこの このまま5分間常温で放置して余熱で火を通していきます。揚げかすは油汚れの原因になりますので取り除いておきます。ちなみにこの衣は番外編で衣に醤油の色と香ばしさを加えていきます。こうやって衣に醤油をまとわせることによって醤油ベースの唐揚げを作ることができます。 次に度に度度設定して2度揚げしてて揚げいきます。ここでは唐揚げの中の水分量よりも衣の色づき具合を見ながら揚げるようにしていきますやっぱり見た目は大切ですからねもう今にもかぶりつきたいぐらいうまそうですね 鶏肉に火が入っているかの確認は、金串などを鶏肉の中心まで刺したら、3秒ぐらい待って抜いてから、下唇に当てながら、かなり熱かったら火が入っていると判断したりするのですが、このやり方は慣れていないと怖いと思うので、金串を手で触ったりして確認しても大丈夫です。ちなみに、温度計がある方は、厚生労働省では、鶏肉の中心温度が63度で30分以上か、75度で1分以上、もしくは、それと同等以上に火入れ して食中毒菌を死滅させてくださいという基準があったりしますザクザク衣の肉汁やみつき唐揚げの完成でございますこの唐揚げ信じられないぐらいやみつきになると思いますこの見た目がいいですよね 半分に切って中身を確認していきます。あえて観音開きにして水分を保つ体積を小さくして唐揚げを作ってみました。やはり観音開きにして鶏肉が薄くなっている分水分が蒸発しやすくなって肉の断面が少しパサついていますね。次に処理をした唐揚げを確認していきます。断面から肉汁が溢れてきているのがわかりますね。とてもジューシーで美味しそうです。いやー美味しそうですね。いただきます。 ノーマルの方からいただきます次に衣に味をつけたものをいただきます いや、うんまなにこれもうめっちゃ肉うまいやないかいザクザク食感で噛んだ瞬間に肉の中に閉じ込められていた肉汁が口の中いっぱいに広がって醤油の香ばしさと生姜の香りが鼻から抜けて噛めば噛むほどうまみが出てくるんでもう最高の唐揚げに仕上がってますね味をつけていない衣が塩ベースの唐揚げだとしたら味をつけている衣は醤油ベースの唐揚げになっていますいやー今日もめちゃくちゃ美味しかったです 食材に感謝。ごちそうさまでした。はい、それでは、ザクザク衣の肉汁やみつき唐揚げ、いかがだったでしょうか皆さん頑張りすぎて疲れていませんでしょうか何事も頑張りすぎると疲れて長続きしません。疲れすぎないように頑張ることが大切だと思っています。力を抜いて楽しんだ方が長続きもして結果も出たりします。気楽に楽しんでいけたらいいですね。この動画が良かったら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました